中国軍の無人航空機 TB-001 が単独で東シナ海から沖縄方面を経由し台湾方面へと初飛行。航空自衛隊は戦闘機を緊急発進しているとの情報をキャッチしました。今回はこの無人航空機 TB-001 を詳しく見ていきますね。それにしてもこのコードネームは似ているな。機体も同じような感じがする。私だけかな。2022年7月25日、中国大陸の上海島のある東岸地域から離陸したと、おぼしき中国軍の無人航空機 TB-001 が1機、東シナ海を南東方面に進んで、沖縄本島と宮古島の間を飛行して太平洋側に抜け、南西方面へと進路を変えた。中国軍のこの無人航空機 TB-001 は、宮古島から石垣島の南方海上をそのまま南西方向に進み、台湾の東部に並走するような進路で南下を続け、南端のバシー海峡へと抜けて中国へと戻ったと推察されている。日本の航空自衛隊では、こうした中国軍の TB-001 の動きに対して、沖縄の名は、基地に拠点を置く南西航空方面隊所属の戦闘機が、スクランブルを行い、警戒監視に当たったが、当該機による日本への領空侵犯は発生しなかった。今回の中国軍の無人航空機 TB-001 のこうした行動が注目されたのは、当該の機体は、ただ一機のみで、こうした進路を飛行した点にあり、このような動きが確認されたのは、これが、実に初のことであったことに尽きる。つまり、中国軍の無人航空機 TB-001 は、単独で、こうした飛行進路を取り得る能力を、遠隔操作もしくは自律飛行で示したわけであり、そうした分野の無人航空機の運用技術を従来よりもはるかに向上させているとみられる。実は昨年2021年8月にも今回と似たような進路で同様に無人航空機 TB-001 を含み、さらに別の無人航空機 BZK-005 と有人の哨戒機の編隊が飛行し日本へ接近。この時も航空自衛隊がスクランブルを行う事態が発生していた。この時確認された BZK-005 は比較的古いタイプの大型の無人航空機であり、江西浩史と航空工業集団が製造を担当し2006年に公表され、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の形状をしている機体であった。BZK-005 は最高速度が時速 635km、巡航速度が 180km、最大高度が 18,000m、巡航高度が 8,000m で、航続距離最大 3200km、連続飛行時間は最大で40時間と公表されている。中国では、この BZK-005 をアメリカの RQ-4 グローバルホークに匹敵する性能と喧伝しているが、こちらは全長約 13.52 メートル、全幅約 35.42 メートルで、巡航速度 570km、航続距離も 22,779km と、はるかに大きい。それでも、中国の BZK-005 は、最大で 300kg までの巡航ミサイルや、各種の誘導爆弾を搭載可能とされており、中国軍では少なくとも100機以上の機体を空軍、海軍に配備している模様で、すでに2013年頃より日本の周辺に出没していた。これに比して、今回の主役たる中国軍の TB-001 は、中国でも2016年に設立されたベンチャー企業のテンゴーンテクノロジー社が、開発を手掛けた無人航空機で、その開発自体も2017年と比較的に新しいのもである。
TB001 は、前述の BZK005 と同様に、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の無人航空機で、巡航速度が300キロメートル、巡航高度が8000メートルで、航続距離最大6000キロメートル、連続飛行時間は最大で35時間とされている。TB001 は、兵装として、最大で1トン、数にして、8発までの巡航ミサイルや各種の誘導爆弾を搭載可能であり、より小型の巡航ミサイルの場合であれば、最大で24発まで搭載可能と、打撃力において、ほぼ同じ大きさの BZK-005 を大きく凌駕している。もっとも、TB001 で注目すべきスペックは、やはり、その 6000km にも達する航続距離であり、衛星通信を介することで、その行動半径は、最大 3000km に及ぶため、今回のような日本の周辺海域への進出が可能となっている。TB001 は、中国軍のみならず、海外にも輸出されており、2021年には、中東のサウジアラビアが購入を行ったことが判明しているが、今後の動向以下によっては、さらなる導入国が追加で発生してくることも予想される機体である。ちなみに、ロシア・ウクライナ戦争でも、初期にウクライナ軍が活用して、大いに名を挙げたトルコ製の無人航空機、バイラクタル TB には、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大兵装搭載量 150kg、巡航速度 130km ほどである。こうした中型の無人航空機と呼ばれるバイラクタル TB2 に比して、中国軍の TB001 は、大きさ、兵装搭載量、速度ともに大きく上回っており、ことに攻撃用途で見れば、打撃力は高く、広い洋上での展開任務にも適した機体だと言えそうだ。無人航空機という新種の兵器カテゴリーにおいては、トルコのバイラクタル TB2 が世界中の注目を集めていることからも明らかなように、スペックと価格のバランスによっては、ベンチャー企業の製品が広く普及する余地が残されている。そうした意味では、特別に革新的な技術を投入していなくとも成功する機体が今後も登場する可能性は高く、民生品も含めて、世界の無人航空機のトップシェアを握る中国企業は、さらにシェアを拡大してくる恐れがあるだろう。ことに、無人航空機の分野においては、前述したアメリカの RQ-4 グローバルホークや、MQ-4 リーパー等が一昔前であれば、世界的にも著名であったが、より簡易で小型で安価な機体を数多く投入することがトレンド化する方向に向かっているようだ。これは、無人航空機の場合は、有人航空機に比して、最も、時間とコストを要する、搭乗員の育成が不要であり、しかも、機体自体の単価も、はるかかに定額であることから、多数を投入して、多少の機体に、損耗をきたしても良いという性質が寄与している。アメリカの RQ-4 グローバルホークや MQ-4 リーパー等は、同国が、さすがに、世界一の軍事大国だけあって、無人機とはいえ、機体そのものにも少なくはないコストが注がれていたが、こうした傾向は、上書きされ押し流された感が拭えない。また、今回の TB001 の沖縄方面への進出に対して、航空自衛隊では、有人戦闘機をスクランブルさせて、その監視活動に当たったが、こうした行動は、後者の人的、コスト的な負担増を招き、頻度が増加するごとに、そのダメージは増していくこととなる。こうした行動を中国軍が常態化させてくれば、航空自衛隊としても、その都度、スクランブル対応を行うことは、人的、コスト的なダメージの蓄積となり、組織や機材をいたずらに消耗させるだけの釣り合わない行為になる可能性が危惧される。
すでに台湾に対して中国は無人航空機ではないが有人航空機で数に物を言わせた防空識別圏への侵入行為を近年繰り返す行動に出ており、すっかり疲弊してしまった台湾側は有人戦闘機のスクランブルを一部地対空ミサイルでの追尾に切り替えている。中国はこれまで中国海峡局の艦艇を尖閣諸島周辺海域に侵入させる挑発行為を繰り返してきたが、今後はこうした TB-001 のような無人航空機を使用して空から同様の行為をはるかに低コストな手法で実施してくることが予想される。これを考えれば日本側も有人戦闘機のスクランブル対応ではなく台湾のような対応方法にシフトすることは必須と思われるが、中国の無人航空機が仮に領空侵犯に至った場合の対処も現状では定まっていないのは由々しき事態と言えるだろう。